おはようございます <coughs> えっ、ー、と、日本の皆様は、朝でございますね。えっ、ー、と、こちらはアメリカのインディアナ州なので、何時だ今だ <laughs> 夕方です <laughs>。えっと、ちょっと待って。今、7時、夜の7時ですね。はい。<coughs> 日本までは朝の8時ごろでしょうか。えっ、ー、と、昨日、えー、 この英語の本、えー、お金のメッセージをねチャ,ニチャンネリングして、えー、書かれた本なんですけどね Love Money, Money Loves You えっ、ー、とこの本英語なんですけどねでまだ日本語が出てないんですあの日本語訳が出てませんので、えー、っと <laughs> すごくね内容がいいので、えー、昨日ちょっとあの 読んでね部分的に読んでえー、と日本語でちょっと、まあ、訳すというよりはねちょっとこういうこんな感じですみたいに日本語で話をしたんですけども、えー、と途中だったのでちょっとその、えー、昨日の続きをちょっと、えー、また皆さんにね聞いてもらいたいなと思ってあのこの本何しろ、えー、昨日ちょっと話したんですけどねあのー、去年の10月とか11月ぐらいにかなたまたまあのー であったんですよね,あのでこっちのねアメリカのアマゾンで英語のサイトでなんか違う本をねあの検索してたらあの、まあ、こう下の方に何か出てくるじゃないですかこうおすすめみたいなねで別に探してた本と全然違う <laughs> テーマだったのねこれお金の本なんですけどでそれがこうポってこうやって 見えててこの表紙が見えててなん,なんかこの表紙がすごく綺麗だなとか思って何気にこうあのタップしたんですよアマゾンのね他の本を探してる時にそしたらなんかあれなんかちょっと読んでみようかなと思ってもう読んでみたいなと思ったってすぐにキンドルとかねあの即読みたい方なんでもう読みたい時にはキンドル買おうと思ってあのポチったと思ったらそれはなんかあの。 サンプル無料お試しでなんか,なんか読める、えー、前半っていうか最初の本がね最初の本が38ページ35ページか8ページぐらいを無料で読める Kindle バージョンっていうのをね本当と1冊の本買ったと思ったら Kindle バージョンがタダでダウンロードされてでまっ、あ、すぐそれ読み始めたんですよ。で、あのー、これねその後すぐ、えっと、サンプルバージョンがすごい面白かったのですぐこれ。 あの本も注文してであの読み始めてあのすごく良くてあのサンプルバージョンの方を使って、えー、と読書会あのこの内容ねすごく良かったので日本の皆さんにすごいもう私が今あの自分ビジネス講座というのを去年取ってからあのあひろえさん <laughs> 見てくれてる、えーとね、去年取ってからですね、えー、と去年 うん、去年の5月とかから始まったこの自分ビジネスオンラインのねビジネス講座なんですけどもねあの八木さやかさん、えっと、日本のすごく人気のあるブロガーでインフルエンサーのね八木さやちゃんが、えー、始めた「自分ビジネス」っていうとってもユニークな、あのー、素晴らしいビジネス講座があるんですね。オンンラインだからヶヶ月月回配信して3ヶ月 えー、あってでその後えー、DVD も,あも届いてっていう感じでねあったんですけどもその自分ビジネス講座のコミュニティがとってももう素晴らしいつな繋がりっていうかねもうすごいことになってましたいい意味でね。で、あのー、そ,のそこでつながった皆さん日本の皆さんにねすごくこのなんか本をの内容をすごい伝えたくてもう、あのー、それで、あのーまあ、まだね 日本語訳あの、翻訳が出てない本なのであの、まあ、英語の本なんか読めないよって、ね、みんな <laughs> 言われちゃうと思って「英語になれませんか?」みたいなこうもう、うん、切り口でねあのあのサンプルバージョン、ね、短いしあのすごくシンプルな特に最初の方なんでねとってもシンプルなあの英語で書かれてるのでそれを読みながらちょっと英語になれ,なれるような感じで。 「なあのやってみませんか?」って言ってああのそのあのそ告知をね読書会のしたんですよ最初去年の今年の1月か。で一人あのお買い上げくださってね一人の方とやってたんですけどもあの今回ですねえっともうちょっとあの内容を、まあ、読むと言ってもねあの英語なのでえっとまあ、私がこう説明したりなんかする感じで読むんですけども。あの もうちょっとね、英会話っぽく英会話の要素をたくさん入れて、あの、<laughs> なんていうのかね、こう読あの実際に自分が読んだり、この発音とかね、あのいろいろ気をつけたりとか、で多分あのこの内容が何しろ私はすごく面白いので、あの内容のは花ことをディスカッションしたいんですね。だからこれ例えばまあ私がこれを朗読してですね、であの内容を言ってですね。 でちょっと感想とかをね日本語で言ってもらってそれをあ日本語をあのあ英語だったらこういうふうに言いますよみたいな感じでちょっとこうコンパクトにあの、えー、その人の感想を英語にまとめてその人に今度は英語で言ってもらうみたいなねそんな感じかなって思って、まあ、あとはもしねやり取りとして簡単な英会話が自然にできればね あのまあ、本当に慣れてもらうってことこですよね日本人の方であのもっとね英語になれたい会話もやってみたいってあの思っている人はあのそ,れそういう部分がありますそっちをちょっとメインにしようと思ってましてでも私はもうこの内容 <laughs> あのこの本のね内容をもがっつりあの皆さんにお伝えしたいすごいいいんですよ本当にあに。なので、えー、ちょっと前置きがまた長くなりましたが昨日昨日をちょっと読んでそして私の。 えーと説明っていうかねあの感想とかあのそんなのを、えー、昨日話したんで昨日のね続きを今日読むんですけど昨日終わったところがね,とねもう今こう映ってるけどね「マニー・ u n l i m i t e ド」っていうのね でちょっと昨日までのところはあの、えー、と YouTube に上げてありますのでもし今日初めてこれ見た人は昨日の YouTube 見てもらったらねあの昨日何喋ってたか分かるんですけどもあの、ね、こ昨日止めたのは、ね、終わったのここなんですよ「マニー・イズ・アン・リミテッド」っていうとこねお金っていうのは無制限にあ実はあるんだっていうとこねでここまで来たら「わあこれすごいちょっと大きなトピックじゃないですか」ね「マニー・イズ・アン・リミテッド」って言われてもはって感じだから。 <laughs> へえそんなうでしょみたいな感じだと普通ね <laughs> 信じられませんよっていうのが本当にあの何普通の,あの反応なのであのだからあこれちょっとあのなんだろうなあの説明いっぱい必要だし私自身ももっとねあのこう先を読んだりしてえっとあのあちょっとコネクション悪いですねすいません,あのうんこれちょっとビッグトピックだなと思ってね昨日ここで止まったんですよ。 でねマニー・ンリミテッドってさお金は実は無制限にあるんですっていうのもね <laughs> 面白いことが起きたのねえっとね昨日昨日じゃない今朝かえっとごめん日本とね時差があるのであの昨日とか今日とかって言ってるのが、ね、混乱するんですけどねこっち今ねアメリカのインディアナ州の、えー、だからニュー,ヨークニューヨーク時間なんですよアメリカ東部時間。 ニューヨーヨクと同じ時間帯なんですねアメリカ大きいからねあの時間帯がね違うんですよね場所によって。で、えっと、東部時間で一応今、うん、なんだえ夜の7時とか過ぎとかそんな感じでで、まあ、カリフォルニアの方はねここより3時間まだ早いので今こっちが夜の7時だったらカリフォルニア夕方の4時ぐらいなんですね。でえっとねあのー センカさんって、えー、っと自分ビジネスやってる方が見てくださってたらすぐお分かりなんですけども、あのー、シンガーソングライターですっごい素晴らしい曲をたくさん書いてらっしゃるね「あのー、センカ」ってあの数字の線漢字の線に「花」って書いてね「センカさん」っていう方のブログがこう何アップされましたっていう通知が来てねパッて見たらねお金は なんだっけ「無制限にあるっていうことが分かっちゃった」っていうようなタイトルねあのそ,のそのそっくりそのままじゃないけどそういう意味のタイトルが書いてあったんですよ。<laughs> それでえー、と思ってすぐブログアメブロにね飛んだんだけどえっとねそ,それしか書いてなかった <laughs> 分かっちゃったってお金は無制限にあるってことが分かっちゃったってそれしか書いてなかったからガクッとか「えっ? <laughs>」と思って千夏さんにすぐ LINE のメッセージ出したのね。 えー、なんかこれあの私が昨日読んでた「お金の本のさあの」の最後がね「マニー・ザ・デミテッド」だったから昨日読んだ最後がなんかすごいキーワードっていうか,なんかシンクロしてるんですけどって言ってなんかすごい何もっと聞きたいって、ね、LINE メッセージ出したのねそしたら、えーと「ブログに書くからね」っていう感じなので「<laughs> 待ってます」「楽しみ」っていうことでねあの話したんですよ。 であのー、そのねブログにねコメント入れてたのね人がね、えー、とやっぱりこれもあの、えー、と何自分ビジネスやってる方はね、えー、とこのグループの中では知ってるんですけどイタリアのマキさんってね、あのー、やっぱりビジネス講座あのオンライン講座一緒に取った人がいてマキさんが千夏さんの,そのブログになんか速攻であの何コメント載せててわーいなんか。 そうだよねみたいな感じで <laughs> 書いてあるのねであ私マキさんももうその「マニーズ・アンリミテッド」っていうのもう分かってんだなとか思って <laughs> なんかすごいあのこれからちょっと後からマキさんにもちょっとコメントして繋がりたいなと思っててねちょっとあの DM 入れようと思ってるんですけどね。あのこれすごいだってさ 大事じゃないですかこのお金っていうのは実は無制限にあるっていうねマニーズリミテッドっていうのをね、まあ、こ,こ,にこれから今読んでいくんですけど説明してあるのねこれをやっぱしね本当に納得できたらね信じられたらねもう何て言うのあのー、ほら こうあ頭でね理解してさそういう問題みたいなさじゃなくてもういわゆるなんか腹に落とすぐらいのレベルで本当にお金っていうのは無制限に実はあるもんなんだっていうふうに腹,腹落ちするまであのまあ何て言うのかな自分に納得させることがね、まあ、大事っていうかねそれがやっぱりなかったらそういう感覚がなかったらあの。 今まで通りのねやり方の,その、まあ、お金を稼ぐとかね、まあ、お金を引き寄せるでもまあいいんですけど今まで通りのやり方で、まあ、いくしかないというかその「マネーズ・アンリミッチャーっていうことを本当に腹に落ちるまで <laughs> 理解したら。 全然違う新しいやり方ででお金にアクセスできますっだからここすごい実はねこの本のなんかキーポイントかなとか思ってこれまあでも,あれこもうほぼ最後の方ですねあの昨日言ったんだけど私これあのパッて開いたこところを読むのが好きなのでそういう読み方してるんですよずっとあの。一応最初からねちょこちょこ読んでるんだけどあのでもほらなんかあと最後ももう読んじゃったし <laughs> でパッと開いてね。 読んでてさ昨日あのだからここのこのチャプターっていうかなこれ何 help、I、need money i today これすごいあのもう今日やばい今日絶対お金が必要なんですよっていうその差し迫った人どうしたらいいかっていうのがちょっと書いてあるんだけど <laughs> まあ何て言うの要はですねやっぱ気持ちの持ち方っていうかすごい大事でまあ 昨日言ってたかねあのまた YouTube 見てください昨日何喋ってたかは昨日の YouTube 見てもらったら分かるんだけどまあほにもうああもうこれ今日絶対お金払わないといけないし借金でも何でもねっていってわあってもう不安と恐れとこうもう感情がぐちゃぐちゃになってる時っていうのはやっぱりね大変なのでどうしてもそのお金がねスッと引き寄せられるとか入ってこないんですよね残念ながらっていうことなのね。で でもだからこの「マニーさンリミテッド」っていうのを本当に感じな体感みたいな感じでねあの理解できるようになったらねまた全然違うあれなんですよ。でごめんねなんかの眉毛が長くなってしまいましたが、えー、ちょっと読もうかな。そんなこと書いてあるかねここね。だからえっ、ー、となんだどこだちょっとあれば。 today's method そ、so, う違うやり方をちょっと他のチャプターに書いてあったんですけどねここはねちょっと今日のは違うんですよ today's method is based on you you being able to stretch your personal limits beyond where they have been in the past そう、これだから昔のやり方でね あのー、なんだ昔のやり方その例えばあの魚釣りするみたいにこうやってお金を引き寄せる方法みたいなのがか書いてたので、ね、それは過去のやり方ですってそう新しいやり方はあの最初のステップは自分にね、あのー、言うことですお金っていうのは無制限にある無制限なんだっていうこと。 ここが一番チャレンジングね。ね <laughs> Talk to yourself for a while if necessary until you fully believe that money is unlimited. だから本当にもう完全にこれを信じるまで <laughs> 自,分にあの自分に話しかけてください。ということね Talk to yourself.You can even talk out loud if it helps. だからまあもしそれがあの効果的であると思うならね口に出してね声に出して言ってください。You can even talk out loud if it helps, but make sure you do not talk to anyone who believes it is limited as that will bring you instant failure. そ、so、うだからこれ自分でねあの。 マネージャーにとってあの、お金というのは無制限にあるんだって、もう,こう口に出したりして自分で自分で自分に言ってあげるみたいいいな感じで言うのいいんだけどそ,のそういうことを全然信じてないような人にはあの言わないようにしましょう。絶対に、make sure だからあの絶対に言わない方がいいよってことね。言わないでね。Make sure you do not talk to anyone who believes it is limited. ったらいやお金っていうのは絶対にそんな無制限であるはずがないって <laughs> 思ってる人にはこれ言わない方がいいですよって、うん、そ,うそ,うそう言ったりしてもさ信じ,信じない人にそんなこと言ったらねあのバカにされるだけだし <laughs> そうすると自分もなんか不安になってきてあやっぱりそれは嘘だよねって思ったりするので、えっと、これはねもうねこれ難しい発音です。 F-A-I-L-U-R-EL、e、と R が入ってますね。これ、ね、超難しいんですよ、日本人にはね。発音するのがね、私もアメリカに27年とかいますけどね、発音はもうなかなかあれです。ね、子供の頃に来たとかそういうんじゃないから。えー、と、はい、フェイゼー。これね、単語調べたらね、発音、ほら、ポチッと押したらさ、 あの発音が聞けるでしょ。ネイティブの人のだから、それで練習してくださいね。はい、failure failure 失敗。はい、インスタントフェア。もうそんなあのお金があ無制限にあるとか、そんなこと信じられないっていう人に、そんなことをこう話したりするとあのね。そんなことありえないでしょ？とか言われちゃうので、そういうふうにもう自分の気持ちが落ちるじゃないですか。<laughs> そうしたらもうもうあの即失敗しますから。 言わないでね。そういう人には話さなくていいよってこと。It may help you to imagine money as a stream of golden light pouring down from the sky, heavens, universe.It's no mistake that you choose gold to p represent your financial transactions. はい、だから、えー、自分でね、あのお金っていうのは無制限にあるんだっていうことをまあ自分に納得まあさせましょうと。 でこれあのちょっとと一あなじゃないじゃあいかないと思います <laughs> よ、ね、本当に本当にそう思えるって私もだからさあれなんですよ本当に私そう思ってるかな感じ体感であるかなって言ったらねうーんまだ体感として本当にズバッと抜けた理解はしてないですよねあの近づいてる感じするんですよへ、えー、そうだなって私すごいオープンになったのでねこういう考え方にね対してね。 この,このほらこの,あの本自体がねそのサラ・マクラムっていうあの作者の人ね作者の人と私イメールやり取りしてすごいつながってるんですけどもあの彼女が、えー、と着せずしてねあの「お金はあなたに何を言って 言いたいいたと思いますかっていう質問にあるワークショップで答えるために書き始めたらもう自分で思いがけないような言葉がどん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 降りてきてそれを書き留めて3ヶ月間書き続けてこの本が出版されたわけなんですけどねあのだけまあだからすごいあのこの中のメッセージとっても私にとってはすごく面白くてあの役に立ってるんですけどえっと でもこれをまあ読み始めて去年の10月ぐらいから、ね、これ買ったんか11月かなでいろんなすごいことが楽しい素晴らしいことがいろいろ起きてるんですけど本当に「あれ見てど」って「うんへえそうなんだな」っていうあなんていうのかないろんなすごいこうミラクルっぽいことが起こるので、ね、お金がまあやっぱり欲しいなと思ってこう例えばね「夢ジャーナル」とか書くじゃないですか。 それで書いた通り、まあ、書いた通りじゃなくてもあの結果的にお金が入ってきてなんとかなりましたみたいな話がやっぱりあのたくさん起きてるんですよねだから、まあ、自分の経験からねなんか少しずつあいやこれ本当なんやなっていう感じになってきて。あの なんだろうまあ別にねそんなこと信じられません頭おかしいんじゃないのってそれで全然いいんですよ。<laughs> そうですねっていう感じでさでもうほら自分の体験としてこうなんていうのか納得できるようになったらさ別にね人に何を言われようとさあのまあいいじゃないですかねあのね、それ信じてない方はもう全然それでいいし普通信じられないよねって思うんでね。 ででもなななんんかこれすすごいいい面白いなっていうアプローチなんですねマニーザーで見て本当にお金で無制限にあるんだっていうことをこうなんかな、うん、腹落ちするとこの,この書いてあることがねもっとなんつうのかなあの楽しくねなんかねチャレンジとしてあの昨日言ってたんですけどねこうゲームをちょっとやるような感覚でぐらいなこう軽い波動っていうのかな。 で楽しめるようになるとあの本当にあの経済的な繁、ね、栄っていうのがあのなんだろうなこうより簡単にあのこう今までのね一生懸命努力して死ぬほど働いてお金を貯めてってそういうあのそれも本当に素晴らしいことなんでだったんですけどもあのちょっと違うアプローチ未来のアプローチっていうか違うやり方が実はあるんですよってこのお金のね メッセージこの本はね言ってるんですよ。なのでちょっとね、えー、ちょっと進めますねどこだったっけあそうだからえー、っとじゃあまあそういうマニ、えーズ・アンリミテッドをえー、っとまあね信じられるようになるまで自分に言ってあげたり、えー、しましょう。で、えー、っとこんな感じのことをやってみるとあのちょっと助けになるかもよって書いてあるのがね Imagine money as a stream of golden light。だからあの金のこう自分のねあのイメージワークとかあるじゃないですか。あのお金をあのこう金のあの光が空からあの差し込んでくる宇宙から金の光がダーッ差し込んでくる。Uh, It's no mistake that you choose gold to represent your financial transactions。だからまあゴー金の光とかいうのがそのあのお金を

知、ね、知識レベルででも知ってるじゃないですか私たち普通まあそれを考えてみるとこのちっちゃな自分に宇宙からねあの,のゴールドの光がこう降り注いできたとしたらどんだけすごい何 <laughs> 分量の光が <laughs> あの圧倒的な光がゴールドの光があのねあ,のあなたに、えー、降り注ぐかっていうのをこう想像つくでしょって言ってるの。 あのそうですよね。Keep doing this until you feel fully convinced that money is truly unlimited。そうか、そうだよね。このあの光ゴールドの金の光が降り注ぐっていう、それが金の光そのものがそのお金ですよっていう風に思ったらね、あれだね。お金なんかお金はあの無制限ですとかって言うと多分。 あのー、ほら自分の銀行にあるお札とかさお札とかまあこういうおさ本物にお札ですけどあれを思い浮かべるからその、まあ、あれお金なんですけど何だろう無制限って言われても今自分のとこにないしそんなにみたいな <laughs>、あのーね、そ,そ,そこだけで考えてるとちょっとなかなかイメージが広がらないですよね。制限、うん、銀行の金金庫にドカーンって入ってるお金が 全部自分ののももになななるととととかかかかささ、まあ、そういうういいいことを考えててお金が無制限とかっていうのと結びつかないですよなんかねだから感覚的にあれですねあのゴールドの光がこう降り注ぐ自分はこの地球にねあのいる一つちっぽけな存在なんだけどだからああ無制限っていうのはそういうことかって今私もちょっとクリックした感じですねこれ聞いてね。まあイメージとしてまずそういうふうに持ってみましょうってことですね。 まあ、だからそのイメージあのお金が金の光として宇宙から降り注いでくる自分にあの小さな自分に降り注いでくるっていうのを、えー、イメージしていると,、えー、とそのね本当にあお金っていうのは無制限にあるんだっていうことが、えー、と納得できる。 And therefore, there is no problem in your in you getting any amount of money because you are not taking it away from anyone else. It is in fact just a choice. How much do you want to receive? So,なんですよね No、そうまあじゃあお金本当とにお金っていうのは無制限だって、えー、自分で納得できたらだからどんだけたくさんのねお金もね何て言うのかな自分が儲け儲けるっかお金を得ることで誰かのお金が減るとかそういう、まあ、考え これよく何かほかのところでもね聞いたことありますけどねねでも「へえー、そうなんか」ぐらいの感じじゃないですか <laughs> もしね疑わないまでもねこれ嘘でしょとか思わないまでもうんそうなんだみたいな感じです「It is in fact just a choice」これで言うんですよ「あのね、チョイスですよ」って実はその自分が選択する「how much do you want to receive?」 どれだけねお金を受け取りたいかこれねチョイスの問題だっつってるんですねその一生懸命たあのすごい働いたかどうかとかねそういうのではなくて自分がどれだけのお金を受け取りたいか決めることですって言うんですね it is in fact just a choice how much do you want to receive the next step is to bring yourself fully into the picture as someone who is interested in learning how to access the stream of gold。<coughs> はい、じゃあその次のステップは、ええー、まあねあのこれ how to access the stream of gold。さっきねあのイメージでうきあのこう自分でもう描いたえっ、ー、と金のこうあの。 まあお金の流れっていうかなゴールドの流れお金の流れにどうやって自分がアクセスするかっていうことを、えー、どうやったらアクセスするんだろうなっていうこうこういうあの昨日も言ってたけどそのまあゲームねゲームをするような感覚でやるっていう軽さがすごい大事なんですよねって言ってたからねお金がね。あの うん、そういう軽さを持ってやらないと実はこの新しい方法は全然あの,あのなんつうの、えー、うまくいきません <laughs> っていうことなんですよね昨日も言ってたんだけどあの今までね一生懸命あの働いて、えー、苦労してねお金を稼ぐっていうあのそれがもちろん人類が長いことやってきたことなので、えー、それが悪いとか全然そういうんじゃなくてでも今、えー、違うちょっとアプローチ ががこれでですすってお金が言ってるんですよ違うアプローチができるんですよって言ってるのね。えっ、ー、と、新しいねあのテクニックっていうかねスキルを、えー、と練,習するよう練習するような感じで、えっ、ー、とあの、こうなんていうのかな、を想像,して想像してください。練習するような感じね。 あのなんかこうこうこういうやり方あるから一生懸命これやんないとみたいなのじゃなくってあのちょっとこうあのリラックスしてえっ、ー、とちょっと新しいスキルを身につけようかなっていう感じですね。うんそういうのそういう態度がいいですよってこと。えっ、ー、と it is not some serious or threatening need that is driving your desire to get money。そうだからやっぱりちょっとシリアスになったりねもうあのー。 ちょっともうどうしても金が必要みたいなお茶葉詰まったような感じに、えー、となってでもうどうしても金が欲しいっていうこう何て言うの,あのこう感じにエネルギーになってくると、えー、ちょっとうまくいかないんですよねっていうことな、ね、のねそういう態度が悪いって言ってんじゃないんだよ <laughs> それを気をつけましょうね <laughs> 悪いって言ってんじゃないんだけどちょっとその,あの,そのこういうあの何よ シリアスな、ね、感じになななってしまうとそのお金が元々軽い波動なのでなかなかちょっとお金さんんが言うんですよななかなかそういう重たい波動になってしまうと私たちお金をねあなたに届けられないんですよって言ってんの <laughs> だからねあのリラックスするっていうのは実はすごいまあなんつうのかな大,大事っていうかねエッセンシャルなんですよね。なんかねこう何リラックスすることを真面目にやるってさ想像になっちゃいそうなんだけど日本人とかって。 それもまたまあちょっとネタなんでねまた後で話しますけど。It is not some serious or threatening need that is driving your desire to get money.、うん、シリアスでない,ない、ね。The attitude is similar to a teenager on a skateboard or bicycle learning new tricks. はい。ティーネージャーがねスケートボードとか、まあ、バイセクトだったら自転車だったら小学生ですよね。がこう新しいねあの 乗れるようになったりとかねそういうい乗れるようになるためにスケボー上手になるように一生懸命練習するっていうそんな感覚でいいっていうかその感覚でやってほしいって言ってるんですね The attitude is similar They are not doing this because they have to or ought to、うん、ここから遊び心でやってくださいって今言ってるんですけどこれもねそんな簡単に <laughs> お金ねあの。 お金すごいちょっと稼がないと今やばいんですよっていうこのそうこのチャプター自体がですね「今日今すぐお金必要なんです」って「ヘルプ」っていうあのタイトルなんでちょっとそういう時にこれ遊び心でやってくださいって言われてもちょっと難しいよなっていうのが本音ですよね大体ね。 うん、でもね。これね。あの本当そうなんだけどえっ、ー、とね。これをもうね。繰り返しね。あの、いろんなあの手を返しないおかえね。お金さんがね。あの言ってくるのでね。それをやっぱりあの聞いてみましょう。って感じですね。<laughs> まあちょっとなんかさ急がば回れみたいなこう感じもありますよね。もう要はもうゴリゴリ。ずっとここで必要なんですって言ってると。ああその？ その,、ね、あの感じだとちょっと届けられないんですよでもちょっとリラックスしましょうもうリラックスしましょうって何千回も耳にタコができるくらいこれから <laughs> あの自分に言ってあげてとうとうもうなんかこうもう分かったもうリラックスするわってさ <laughs> なるところまでいくとねいい感じになってくるんですよこれがね。えーっとですね んかこうそのねティーネイジャーがスケボーの練習するとかっていうのはこれやらなきゃとか思ってやってるわけじゃないと of learning, new and their そうだからあのね自分のねスケボーの技を磨きたいとかさもっともっと上手になりたいとかっていうあの、まあ、真剣にねやるんだけどあのこう,こうなんていうのかな あの sure、本当のこうね純粋な喜びのためにやってるじゃないですかそういうのってね学ぶとかね身につける練習とかいうのもねだからそういうアプローチをしてしましょうとお金をこれからねどうやって例えばこのねこのチャプター「あのはいお金今日絶対必要なんです」っていう時にどうしたらいいかっていうのがこのチャプターなんですけどね「So if you need help with this step think of some area of your life はいだから自分がねあのなんか新しいことを身につけたいなと思って、まあ、だから自転車とかね何でもいいんだけどスポーツでもあのもっと上手くなりたいなとかって一生懸命練習したりとかもうそういう。あの 自分がね今までの人生でそういうことをやってた時のことをちょっと思い出してみてくださいってそういうノリであの新しいスキルを身につけるっていう,こうノリでやってみてくださいって「This is not like running to lose weight」うん「ちょっとダイエットしなきゃいけないので一生懸命毎朝あの何ジョギングするとかちょっとそういうのと違いますと」ともうちょっとやっぱり遊び心 <laughs> でやってほしいと。 えーっと例えばね運転するのもちょっとあのなんだ交通費かかるからでるのにドライブ運転した方が、えー、安くなるから通勤通勤のためのお金が安くなるからちょっとドライブを練習しますとかって、まあ、そういうあ,のあれではなく本当に、えー、楽しいというねあのエネルギーでやれる。 やってほ、うん、だからあのネガティブモチベーションってだからこうなんかあどうしてもやらなきゃって「I have to」ってやつですねこれやらなきゃいけないんだっていうような,こうあのな動機。 とえーともっと軽いやつですね。パーセティブモチベーション。うん、もっと軽い軽い軽いっていうのはなんだろうな。真剣だけどもあのまあ楽しさが入ってるってことかな。このチャレンジと思ってあのねえーとちょっと新しいスキルをよしチャレンジだけど身につけてみようとかそういうクオリティですよね。You can talk to yourself if it helps, or even watch a film about someone with very strong インターナルモチベーション。はい、からなかなかこうこれ言ってんの、ちょっと、えー、映画でも何でも見て、例えばほら、何かを。到達したいとか思ってね。こう、すごい努力をして、あの。なだろう、例えば登山とかでもいいじゃないですか。エベレストンに登るぞとか、登りたいとかって,言って、あの、すごい努力して、ついにやったみたいなね。そういうのでもいいから、こう。それはすごいパワフルですよって、そういうのを見るとね。they will inspire you and help you to feel the right way。 そうだからそういうい、まあ、スポーツの精神みたいな感じでちょっっっっとやてててくださいって言ってるんですねあのこのお金のねあの新しい方法お金をお金はアンレミチャドだっていうねそのお金っていうのは無制限に実はあるんですって存在してるんですっていうだから、まあ、自分にもね無制限に入ってこないはずがないってこう納得できる。 納得したいいじゃないですか <laughs> だからそのためにこの本があるんですけどね <laughs> あの、うん。そんな感じでちょっと長くなったからもう30分以上になってあったので今日はこの辺で終わります。えっ、ー、とこれもまたねあの YouTube に上げますので、はいえー、また皆さん後で見てください。これ「はい、Love Money, Money Loves You」by Sarah McCrum。えっ、ー、とこの作者とつながってまして彼女がオーストラリアにね住んでいる。 えー、イギリス人かな、えー、なんですけども、えー、オーストラリアに在住で、えー、今すごいちょっとお金のねプログラム、まあ、これを学ぶ1年かけて何ていうのかなあの学ぶプログラムですねそれを始めたので「Thank you, Money」っていう。 あのプログラムサンキューマニープログラムっていうのを彼女が立ち上げたところでちょうどタイミング的に私がコンタクトを取った、ね、時期だったので、えー、っと私もあの参加します参加したいですということで、えー、っと私もそのコースね取ることにしました。でそのコース1年間であのまあ、えー、っとなんかな価格がねあるんですけどもあの何,何段階かっていうか何種類かにその価格設定がしてあって。 あの会社とかねまあ個人事業主でもいいんだけど会社とかでこの <laughs> 自分のスタッフにねこの本 <laughs> でのお金のメッセージとそのお金にあのまあビジネスのねあのビジネスでお金を儲けるにしてもあの利益を出すにしても何しろそのお金との関わり方 ここの本にす素晴らしいお金からのメッセージがいっぱい書いてあるので会社としてそれをみんなであの取り組みたいとかそういう人向けの価格設定とあとはまあ個人でねあの 1か月にいろんなこうあのビデオとかいろんなのが来るんですけどそういう感じで1年間かけて学びたいっていう人にも自分の経済状態に合わせてねんだ <coughs> かちょっとあ,のあるんですよ。でちょっと今すごい大変なので、えーね、例えば月に1万とか2万とか払えないっていう人は、えー、また違う,こう価格設定がねあるんですよ。すごいあのそれもいいなと思ってあの彼女の、ね、サラマックラもこの著者の人なるべく。 たくさんの人にねこのメッセージをやっぱり届けたいから <coughs> そういう設定もしてあるんですよねそんな感じではいえっ、ー、と今日はちょっと長くなりましたけど、えー、また続きは明日読みたいと思います、えー、これまた YouTube に載せますのでリンクをまたね、えー、Facebook にもありますので皆様、えー、見てくださいそれではまた明日ありがとうございました